はい、じゃあ行きましょう。親子です。はい。やっぱもうキレッキレだね。この辺僕が佐藤コーチはやらなかったところだけど、やらない、ね、ストレートにこうちょっとごめん負けた。ストレートにこう浮かせないように打つっていうのをちょっとメインで。この辺はもうクロスに流します、ね。おお、ナイスキャッチ。でも結構振り幅が大きいですね。ストレートとクロスの。私結構センターぐらいに返ってくる、返すこと多かったけど、狙ってる感じはそんなにでもないんですけどね、うん、ちょっと当たりを強くすると、ね、見ると結構ねサイドギリギリに行ってたり、そうだね、打点の位置で変えてる感じ。あ、前だとやっぱクロス、前だとクロス気味、ちょっと後ろで呼び寄せるとストレートにこうやって、はいはい、あとは自分がちょっと踏み込めるか踏み込めないかで変えてます。うん。いや、きついな。あ、はい。これなんか押されてる感じありますもんね。そうね。ごめんなさい。完全に後ろ向いてた。こういうボールを、はい、そう、浮かせないで打ちたかったですね、私もできれば。ああ、そうだね、僕と佐藤コーチはちょっと違うのは多分高さかなと思いますね。そうですね。よいしょ。はい、全然だって浮いてないもんね、全部が。攻めたい。あ、違うな。はい、攻めたいときは多分ね、上から入んないとダメだね。またボールケアです。攻めるときは上から押さえつけるように入んないと、うん、ボールが収まってくれない。なあ、ごめんなさい。はいはい、そう、こんぐらいに跳ねたボールでも大谷コーチはここら辺かもしれないけど、私のボールだとここなんですよね。そこは身長のアドバンテージがあるかもね。だからうまく押せないっていう。おお、うん、相当今上から押さえてますね。これこれはもうこれ負ける感じでいい、うん、ボールの勢いに勝たない方がいいです。これはボールの勢いに負けちゃっていいです。こうやってちょっとボールの勢いをもらう感じですね。そう、受けてもうあとは握って、この辺もボレーカットとかもそうなんですけど、うんうん、あんまり自分から行っちゃうともうネットこうやって直行しやすいから、はいはい、基本的にはもうスピンで来て、うん、こういう感覚になるんだったら自分の体重は前にかけない、うんうんうん、基本的にはもう受けてそのボールの力をもらってあげて、うん、どれだけそれを使えるかなんで、はいはい、うん、あと抑える感覚で高さを調整する感じです。わあ、きついなこれ。もう受けちゃっていいですこれ。おー、うん、ストレートに打ちたい。ナイスショー。こういうのもね嫌なんですよね。受けちゃって受けちゃって、うん、あっ、ナイスショー。ダメか、ロング。サンキュー。おー、ナイスショー。はい、おお、ナイスショー。クロスは打てるな。クロスもかなりの鋭角ですね。もう違うね、出るね、もっと上からだね。はい、上にセットの、じゃあ、おい、惜しい、押さえる。はい、ああ、っていう、うん、弾ませないで、うんうん、抑えれるかがポイントですかね、うん、やっぱりなんか外側はネット高いじゃないですか。
だからなんかあんまりなんかスライスで抑えるってやっちゃうとミスしちゃうなと思って、ね、あんまり挑まないところであるんですよね。あんまりやらないところであるの、うん、やっぱ彼すごいスピンかかってるから。そうですね、あのボールを結構スライスでいくとなると相当抑える感覚とか、うん、なんだろうな、体の感覚がずれるともうすぐオーバーしちゃうから。そうですね、うん、普段であればそこはドライブ系で戦うところではあるんだけど、うん、でもやっぱりできたらすごい、特にベテラン系のプレイヤーとか、うんうん、これからこうシングルスでやっていきたいという方はあったら絶対有利なショットですね。そうですよね、うん、ストレートに流してで来たボールは多分短くなることが多いだろうから、それで打って前行ってっていう感じの流れですかね。大谷コーチのボール受けて何が一番嫌でした？あ、スピ、あ、やっぱり、うん、うんうんうん、はいはいはい、うんうん、あ、あ、なるほど、確かに出どころ分かんないね。確かに、うん、じゃあやっぱ分かりづらいんだ。なるほど、ね、クロスストレート、うん、だから要は肩しっかり入ってるからここでどっちに来るか分かんないんですよね、うん、きっとね、うん、あ、あ、なるほど、はいはいはい、なるほど、いいこと聞いちゃったなるほど、じゃあそのイメージ作っておくと布石ができるから、こっちがそんな強くなくてもなんとなくこうエースになりやすい、そんな強くなくていいボールではなくて浮いてなければ、うんうん、なるほど。でもやっぱり親子っていうのが当たりが厚いから、そうね、やっぱきつそうでしたもん、全部のボール取るのにも、うん、で、あの弾んでからの伸びが結構すごいから、もう後ろに下がって打っちゃうともう当たり損なっちゃうから、もうハーフバウンドでカットするかっていう風になっちゃうもんね。なるほどね、ちょっともう一回いいですか、ちょっと今いいこと聞いてた、この辺無理しない、この辺無理しない、しない、これあえて短くさせて、おお、よいしょ、あ、ナイスラリー、動くな、取るな、取るね、ここだ、こういう感じだ、いや、これいいな、これは今のいいな、わかんないもんね。なるほどね、なるほど、おお、すごいいや、面白いラリーだったありがとうございますOK、はい、はい、ということで、ちょっと今日手伝ってくれてる方がね、外走れるんで、そうですね、はい、帰ってきちゃう、普段僕らこんなね、たぶん繋がらないけど、うん、確かに、あの普段お客さんでね、生徒さんで、うん、非常に上手な方なんで、うん、あの動きもいいし、ボールもね、こうしっかりスピンもかかってくる打ち方なので、よりこう、うん、スライスの感覚が良くないと僕らもミスが出たと思うので、そうですね、うん、すごい大事なことっていうのはやっぱり言ってくれましたけど、しっかり肩入れてコースをやっぱ隠して打てば、うん、そんなに勢いがなくても伸びなくても、うん、ポイントにつながりやすいのかなっていうのが感想かな、うんうんうん、だから求めすぎない方がいいかもしれない。そうですね、もう受けてちょんで、ちょっと余裕が出てきたらちょっとだけ、うん、あんまりよっしゃーってやっちゃうとちょっとオーバーワークでバーンっつってオーバーパーになっちゃうのかなっていうのは僕はやつ今感じましたね、うんうんうん、やっぱね、入り口全部一緒にしとけば何を打たれるか分かんないから怖かったりしますよ ね、 そう、そこでね、やっぱね、いろんな角度をつけて打てたらやっぱ強いのかなと思うし、うん、私はもうここですよね、高いボールのカットをうまく処理するために、そう、さっき親子に言われたけど、相手のボールの勢いを使う、そう、自分の力を加えない、そう、負けちゃっていいと思う、うんうん、そう、普段ね、あそこはもう全部もう打ち込んじゃうので両手でそう、だからあんま使わないけど、しかもあそこ肩入ってるよ、いつも両手でこうダブルで行くとき、だ、分かりづらいと思う、僕のこれって一緒で、だからこっちもそれを片手のスライスで打てるようになったら、さらに
相手からするとどのショットだってなると思う、うん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 、だから覚えた方がいい絶対ここそうですね、うん、できたら絶対強いと思う女性であそこは練習しますやってきて、うんうん、このやってきてやってきて、うん、またこれやろうかじゃあ高い位置のスライスやります頑張ります、うんはい、ということで、はいはい、今日は戦術的な部分で、ねうん、どういう風にタイミングを外してたらいいかっていうのね打ち方に関してはね、はい、あの前動画アップしてるの で, そ, うです、ねはい、そちら見ていただければと思います、はいはい、ということでありがとうございましたありがとうございました。